19くらいの時はあれだろ、漁業で自分で素潜りして牡蠣とかアワビ取って、はいはい、ひと夏で弁使ったりしてた。僕が勇気づけたい、ワクワクしてほしい層っていうのがサラリーマン層。人によってさ、上手なお金の使い方って違うと思うけど、僕はやっぱ少ないお金でいかに満足度を高めるか、自分の幸福度を高めるかっていうところを意識してるかな。物販と FX、うん、これから始めるんだったらどっちの方が入りやすいですか、入り口的に。いや、FX でしょ。夏用の時計つけるのに150くらいだったら別に捨ててもいいやくらいの感じで買いました。スモールビジネスをやった時、5万作れたら10万作るのって簡単なわけ、10万作れたら100万作るの簡単なわけ。翔さん、結構 FX 以外でも投資をしてるんですか。僕は何に投資が多いか、おはようございます。おはよう。今回は翔さん最近、はい、ね、このシャネルの時計買ったじゃないですか、うん、これいくらぐらいでしたっけ。これ200くらいで、200くらいですよね、うん、もし売るってなったら買った瞬間から結構落ちるわけじゃないですか。リセールクソ悪いね、こんなの。でも買ったわけじゃないですか。だから翔さんのお金の使い道、うん、リセールいい悪いを本当に気にしてるのか気にしてないのかっていうところ結構気になるっすね。リセールは意識するよ。でも全てがリセールを意識するわけじゃなくて、やっぱ欲しいものは欲しいし、だから例えばさ、これを200万で買いましたと、まあ、多分このまま売りに行っても50万とかなわけよ。4分の1じゃん。半分どころじゃない、4分の1だよ。買った瞬間1/4。実際の市場価格でいうと50万とかなわけよ、中古市場でいうと、うん、綺麗な状態でもってことですよね。綺麗で多分100しないと思う、下80くらいじゃない。その二次流通でさ、売ってる価格じゃなくて下取り価格で見るじゃん。ってなると50くらいなわけ。エンドで言うと7、80くらいだよ。でも50と見て、じゃあ僕がこれをつけて楽しむ部分の価格で言うと150万じゃん。だからここに対して僕は150万捨ててもいいお金かどうかっていうふうに見るわけ。だからリセールも考慮しつつ、その上でじゃあその目減りする金額分払ってでも欲しいのかどうかっていうところを見て、150くらいだったら別にいっかくらいの、うん、使いますしね。そうだから、まあ夏用に白い時計が欲しかったと、そこに対して目減りする分の150万払ってでも欲しいかどうかっていう判断の仕方かな。で、まあ夏用の時計つけるのに150くらいだったら別に捨ててもいいやくらいの感じで買いました。だからそういう判断基準かな。リセールも考慮しつつ、その考慮した上で目減りする分をかけていいかどうかっていう見方だね、はいはい、前提としてリセールも一応見てね。リセールだったり、あと物じゃなくてさ、サービスとかさ、経験とかに投資するってなった時に、それをすることでそれだけの、リターンがあるか、自分はそれ以上の価値を得れるかどうかっていうところを見るから、だから僕にとってじゃあこの夏用の時計をつけることに対して150万以上の価値があると思って買いました。まあ欲しかったから買っただけだけど。結構言ってましたもんね、うん、欲しいって、あの日、うん、リセール悪いっていうのも聞いてたからさ、そこで一回引っかかってね、考えたけど、やっぱ欲しいものは欲しいと。飲み代とかに扱ってるんですか。飲み行きます。飲み行くよ、行くけど、でもどれくらいかな。多分そんなバカみたいに使ってないと思う。月に100、200使って、200くらいじゃない。意外と結構使ってますね。飲み代はだいたい、ほら居酒屋だったら 2,3 万だし、ちょっといいとこ行っても2人3人分出してもさ5万10万じゃん、うん、あとさ、女の子のいるお店とかに行くと、おごるとさやっぱ3、40とか、割で行くと10、20とかかなっていうのを、もう1日に何件も行ったりするとそこ行くよね。じゃあキャバ嬢にさ何百万何千万払ってとか、そういうのはないね。あ、一人の同伴してみたいな。そう、そうだから、もう一人の推しの子がいて、そこに対してもう大金をつぎ込むとか、そういうのはないよ。貢ぐっていうのはないですね、うん、ただそのみんなで行って、そうそうそう、楽しんで今回俺払うわ、うん、そういう感じ。そういうことが多い。そうだから、まあ1会計で3桁行くことはまずないね。数十万だね、行っても。翔さんの中で上手なお金の使い方と、うん、いやそのお金の使い方大丈夫かっていう、あります。今のそのキャバ嬢の話だけど、一人の推しの子にさ何百万何千万とかって使う人いるじゃん、うん、そこはね僕理解できないな。やったことないですよね。やったことない、そういうのは。やろうとも思わないと思う。思えないな。多分応援したくなるんだろうけど、うん、もっと違う応援の仕方あるんじゃないかなって思う。ホストにハマる女の子でも一緒だけどさ、じゃあその子をお店でナンバーワンにしてあげたいってなった時に、じゃあそこに何千万何億とかって使う人いるわけじゃん。いますね。でどうなるの、誰が嬉しい。その人だけ嬉しいわけじゃん。そうです
ですね、うん、男だったら俺が1位にしてやったみたいなプライド、うん、収入がねめちゃくちゃ多いんならいいよ、ね、その子がさじゃあ月売り1億で1位になれてさ月に10億くらい自由に使えるんだったらそれでも嫌だな10分の1でも嫌だな自分の財力の 1% くらいだったらいいかもしれない聞いた話貢ぐことで頑張れるとか、うん、もっと頑張ろうとか貢ぐことで達成感を感じるらしいですけどね、うん、お一回なんかそういう人と話してみたいな東京にいっぱいいますよ DM くださいいるのかな翔さんのそうやって行くんだったら連れてってよ連れてってほしいだってどうせ使うんだったら一緒じゃん一人で貢ごうが二人で貢ごうがね僕は出さないけど僕はあのセット料金だけ出します割り勘じゃなくてセット料金だけ出しますギャンブルやってる人たちはどうですかそっちにお金を使うギャンブルをさ一括りにしちゃうとダメだよねカジノもさ、はい、ギャンブルだけど感情任せで行く人とやっぱ戦略的に行く人といってさやっぱ楽しいじゃんカジノその人のさキャパもあるしさ器の大きさもあるしさ金銭的なね余裕の一概には言えないかなその人次第ってことですよねその人次第だしそれに対してどう向き合ってるか次第かなと、うん、ただ生活費を稼ぐのにギャンブルは違うなって思う翔さんがカジノとか行くときはどんぐらい使ってるんですか、うん、やっぱ結構いや全然だよもう10万とかだよ、うん、楽しみたいだけだもんカジノ最近初めてやったし海外行ってそうハマっちゃうっていうのなかったですかいやハマると思う楽しくてハマると思う普通にそのうち何千万とか使ってそうな気がする危ないっすねそれいやでもなんか熱くならないのは自分の中でわかる一気に何千万いかないよ FX と一緒だねある程度自分の中の価値パターンを見つけて資金管理をしっかりした上でやっていけば10万かけてさ倍になるのとさ1000万かけて倍になるのと全然違うじゃん、うん、でも自分の中で確実に倍にできるっていうさ戦略ができたらやってもいいわけだからそういう時に大体失うんだけどね実際にカジノではどうだったんですか、海外のカジノ買ったよ買ってやめましたうん買ってやめた結局引き際だよねどこでやめるかじゃないでもみんなその引けないから溶かすんですかねもっと勝てるんじゃないかっていうまあなるよねでも FX もしたら同じですよねもっと上がるんじゃないかもっと下がるんじゃないかっていう期待感で、うん、ああ違うでも FX の場合もっと上がるとかっていうよりも少し買ったらやめちゃうよね FX はカジノと FX の違いってカジノってポジション持ったらもう損の金額確定じゃん1万でベットしたらその1回のトレードで5万負けることってないわけじゃんマイナスが限定されてるからでも FX の場合って損切りを入れないみんなってなったら1万で切ろうって思っててもマイナス10万だと切れなかったりっていうそこの違いだねそこが結構落とし穴だと思う確かにそうですねそしたらリスクとしては FX の方があるんですよねちゃんと戦略的にやんなかったらね、うん、だから損切り入れとけば一緒なんだよみんな損切りを入れないだから損って確定したくないんだよねみんなでもカジノは潔くもう損を確定できるじゃんもうベットしましたベットしてさ立ち上がる人もいるじゃんで終わった頃にちょっと戻ってきてあなくなってるみたいな その潔さがいいかなちゃんと損切りできるっていう逆にお金の使い方うまいなって思う人はどんな人ですか使ってる金額以上に価値を出せてる人僕は自分の中で結構コスパのいい使い方できてるなって思うだから僕って多分収入以上に持ってるように見えると思うんだよね自分の収入以上に周りから見ると稼いでるように見えると思う、はいはいはい、だって車たくさん買ってて不動産もいっぱい持っててクルーザーも持ってていろいろね出歩いてでも僕はそこを、まあ、いかにそんな少なくもないと思うけど少ない収入でコスパよくねいろんな車に乗っていろんな不動産取得していろんなとこ行ってで、できるようにしてるつもりだねだからこれがさ仮にねじゃあ5億10億の車を何台も持ってる人と僕と見比べた時に分かる人は分かるよすごい持ってる人は分かると思うけどでも僕が勇気づけたいワクワクしてほしい層っていうのがサラリーマン層なのその人たちがパッと見た時にどっちがいいなって思うかなんだよじゃあ僕がさこの200万の時計つけてるのと僕がここに対して1億の時計つけてるのと1億の時計だけをつけて他はタクシー移動してたりとか時計と身なりだけすごくいいでもそのカーライフとかはタクシー移動だったりとかが、まあ、あのロールス乗って運転手つけてたりとかとなんかこうやってさ100万200万くらいの時計で僕がおしゃれだと思うものをつけてランクル自分で運転して自由に遊び回ってフェラーリも乗ってランボーも乗ってみたいなどっちが羨ましいかって僕がサラリーマンだったら今の自分なわけよじゃあ1000万あったらこんなことをする1億あったらこんなことをするっていうそのサラリーマン時代にこれくらいあったらこんな風に使いたいなっていう使い方を今でも意識してしてるのねだから多分サラリーマンしてたりとかそういう人たちが憧れを感じて集まってきてくれてると思うんだよ一
人によってさ、上手なお金の使い方って違うと思うけど、僕はやっぱ少ないお金でいかに満足度を高めるか、自分の幸福度を高めるかっていうところを意識してるかな。だから1億手元にあります、1億円の時計を買おうってなんないわけ。1億あったら100万200万の時計つけて、1000万の車乗って、1000万2000万の車を何台か買って、でガレージ建てて、いろいろ旅行行って、気分で車を乗り換えて。そうそうそう。それは昔からですか、サラリーマン時代の時から。サラリーマン時代からその当時のね収入に応じてたけど、できる範囲でやっぱ乗りたい車乗ってたし、やりたいことやってた、ね、サラリーマンの時も車何台か持ってたって言ってましたもんね、うん、そう。バイクもでしたっけ、うん、そういうのはやってたよ。だから昔から決してね1000万2000万なきゃいけないわけでもないし、自分の収入の中でどううまく使えるかってことですね。そう、どう幸福度を高めるか、足りないって思えば稼げばいいんだよ。でもやっぱサラリーマンって限界があるわけじゃないですか。その中で翔さんもサラリーマンだったと思うんですけど、プラスで翔さんはどんなことをやってたんですか、うん、僕はサラリーマンで足りないと思ったから辞めたんだけど。それは軸ができてからですよね、ある程度。そう思ってすぐ辞めたんじゃなくて、そう思って他のことをしようってなって、うん、FX に出会って。いや、サラリーマン時代から副業はいろいろやってたから、副業をやってたから自分で稼げる自信があったの。サラリーマンはまあどちらかというと楽しくてやってたのね、趣味で。何個してたんですか？2つ漁師と、あとペッパー。これから副業やる人たちって、じゃあ今給料が20万、それ以上稼ぎたいって思ってるから副業始めるわけなんですけど、うん、最初はどんぐらい稼げればいいやっていう基準値ってあります？翔さんの中で。まず01作るのって結構大変だからさ、マイナスになんなかったら合格だと思う。特に物販に関しては仕入れコストがあるじゃん。自分が仕入れた金額以上の価格で手数料だったり送料だったりとか梱包資材だったりとか、そういうのも含めてプラスにしなきゃいけないわけじゃん。ってなるとやっぱりリスクもあるし、それなりにさリサーチ力とかもいるしさ、あとどう売っていくかっていうね、写真をどう撮ってさ、文章どう書いてさ、どう売っていくか、アカウントのブランディングだったりさ、そういうのもあるから、まずはマイナスになんなかったら合格だと思うけどな。サラリーマン時代って給料が20万30万でしょ、みんな。だからプラス5万10万あったらすごい嬉しいわけ。でもぶっちゃけ5万とかだったらアルバイトした方が確実なわけよ。時給1000円でさ、仕事終わった後に1日5時間の10日間でもいいし、1日2、3時間の20日間やったらもう5万じゃんの方が確実なの。マイナスもないしさ。でもそれ以上の伸びしろがない、アルバイトだと。学びがないってことですか？それ以上の収入の伸びがない。5万を10万にするときは倍働かなきゃいけないし。 でも自分でスモールビジネスをやったとき、5万作れたら10万作るのって簡単なわけよ。10万作れたら100万作るのも簡単なわけよ。あと得れる経験値はめちゃくちゃ大きいから、やるんだったらまあそっちチャレンジした方がいいかなと思う。僕はサラリーマン時代に、漁業はもう別だね、真似してみてって言われて言っても真似できないから。そうですね、場所もありますし、そう権利取得して、やっぱリスクも伴うしさ、船用意して海の中潜って、ある程度ね環境がないとできないから。ただやっぱ稼げたよ、月何百万とか稼げたから。でもそれは真似できないけど、物販だったりとか、今ね僕がその脱サラのきっかけになった FX だったりとかっていうのは真似できるじゃん。そんなにリスクもなく真似できるから、そこは全然やってみてもいいかなと思う。何がいいかって、サラリーマンしながらできるんだよ。月に20万30万の生活コストがかかるんだったら、それをサラリーマンとして稼ぎながら副業でちょっとアルバイトする感覚で自分の収入源を増やしていける。でそこに FX の場合だったらレバレッジが効くから、稼げる金額も大きくできるっていうメリットがあって、僕はねやっぱりいろいろやってきた中で FX を選んだってイメージだね。失敗したものとかってあるんですか、副業で？はい、物販もずっと利益出てたわけじゃなくてマイナスの月とかもあったよ。高く売れるかなと思って仕入れたけど全然売れなかったりとか、在庫抱えるの嫌だったから損切りして売ったりとかさ、っていうのもあったな。あとまあアカウント凍結されたりね、っていうのもあった。凍結されたんだ。当時さメルカリとかが出たばっかりでさ、緩かったのかな、緩くもないか。今はさもう多分 NG なものを出すとすぐ消えるじゃん。昔は多分そんなのなかったんだよね。しばらくして消されてて、それが何回か続いて赤バンされて、赤バンされてもまた再登録できて、っていうのを繰り返してたら永久追放された、僕はメルカリ使いません。そこで逆に学んだことはやっぱあります、うん、一つのプラットフォームに依存するのはダメだなって思ったね。そこでだってそれで生計立ててさ永久追放されたらもう稼げないわけじゃん。漁師とはねさすがにみんなが簡単にできるわけじゃないんでちょっと省くんですけど、うん、できないよあれは。物販と FX、うん、これから始めるんだったらどっちの方が入りやすいですか、入り口的に。いや FX でしょ。物販なんかさやっぱみんなやるじゃん、ね、みんなやっていい、みんないろいろ試行錯誤してさ、やっぱ大手もやっててさ、そんなとこ勝てないよ。だって価格競争でさ Amazon に勝てるわけないじゃん。 Amazon でみんなさ一生懸命さ海外の
ね、安いの拾ってきてさ、見つけて仕入れて売って、 Amazon が全部情報取ってさ、結局売れてて利益率の高いものとかはさ、みんな Amazon が多分直でやっちゃうじゃん。勝てないよ。そういうところまで行ってないからね、僕は。もう月に数十万稼げればいいやくらいの感じでさ、当時はねやってたし、仕入れて売るっていうよりかはもうちょっとマニアックなものをやってたから。当時ね、僕がやってた頃とかって車まだね個人でバラして売ったりしてもね合法だったの。今さ、自動車リサイクル法ができてさ、ちゃんとした設備がないとバラしてダメとかがあるんだけど、当時はまだバラしてよかったから、廃車にする車とかをもらってきてバラしてヤフオクで売ったりとか、それはね17歳くらいからやってた。僕は結構前ですね。ヤフーオークションができたばっかくらいの時、30万画素でデジタルカメラを買ってきて。17って言ったらまだガラケーですよね。全然ガラケーだよ。ですよね。だってパソコンなんかさ、アナログだもん。アナログ回線電話でつなぐの。だから、懐かしいと思う。もう最初の方なんかさ、数千円稼ぐのにずっとネットつないでるじゃん。だから電話料金が月に3万とか5万とか請求くるので、親に怒られてた怒られてる翔さん想像できないな。そんな知らないじゃん、こんなかかるなんて知らないしさじゃあ昔から翔さんはそうやって自分で稼ぐっていうのをやってきてたんですか？うん、高校1年の時にアルバイトを始めて月10万くらい稼げるようになって、僕は高1で学校中退してるから。高校は行ったんですね。高校1回行ったよ、1年の途中で辞めて。でそこから働き出して、もともと建築やってたのね、建設業やってて、うん、解体現場とか行ってたんだけど、その時で16歳の時かな、16歳で給料30ちょいとか35万くらいか。その時に親が連帯責任者になってもらって、ローン組んでバイク買ったりジェット買ったりしてた。だから35万くらいの給料のうち25万くらいはローン払ってた、16歳の時から。ローン地獄じゃないですか、もうそれ。もう欲しいからさ、考えたら、今と変わんないですね。今と変わんないよ。買ってから稼ぐマインドはどっちから一緒だよ。稼ぐ幅がめちゃくちゃ広がったっすけど、マインドはマジで変わんないっすね。貪欲だったね。18くらいからもうさ、漁業やってたから、19くらいの時はあれだよ、漁業で漁師やる前か、自分で素潜りしてカキとかアワビ取って、はいはい、ひと夏で弁使ったりしてたもん。そうなんですか一括で弁使ったりしてた。すごっ。散財だったね。貯金はしてた時期あります？貯金はサラリーマン時代はしてた、ビビたるもんだけど、何百万かは貯金あったよ。翔さんだったら貯金をするのか、それとも投資に回すかっていったらどっち派ですか？どっちもするよ。貯金もする。やっぱ蓄えはいるじゃん、ある程度まとまったお金が必要な時あるからさ。必ずなんだかんだ何が大きいかって税金だよね。税金って後から来るじゃん。だから税金の分の蓄えはしてるね。税金ほんと容赦ないからさ、払えなかったら。だから税金はもうね、あのお布施だと思って、この国に住む必要経費だと思って黙って払ってます。逆に投資は、投資は何が投資かにもよるよね。だから有価証券とかあんまやってないな。株とかそういうのやってないし、やってても銀行との付き合いでさ、 NISA とか投資信託とかそういうのを何百万か月にねやってる程度。個人の新 NISA とか銀行でさ、今不動産取得するのにいろいろ融資受けたりして、そこの付き合いで信託入ったり個人の口座作って新 NISA やったりとか、その程度かな。あと僕がその一般的な投資っていうところで言うと、やっぱ不動産投資かな。ある程度利益出たらキャッシュを少し入れて融資受けて不動産取得してインカム取ったりね、家賃収入取ってっていう投資はまあ少しはしてる。でも自己投資が多いな。欲しいものを買うっていう自己投資が一番多いかも。あ、でもそれもちゃんと、ただ欲しいからっていうよりかは、さっき話したようにリセールを考えながらしてるから問題はないんじゃないですか。欲しいものもやっぱある程度はリセール考えるね。少ない金額で給料もらって、まあ、ちょっと残った分3万5万を貯金した方がいいのか、それともNISAとかに回した方がいいのか、どっちだと思います？最近結構賛否両論じゃないですか。NISAした方がいいよとか、NISAはあんまおすすめしないよって人いると思うんですけど、NISAがさ10倍100倍になる面白い案件だったら 2,3 万ならいいかもしれないけど、跳ねないじゃん別に NISA って、長期なんですか NISA って、長期だよね。新 NISA の上限が今月30万なのかな。だから月30万ずつ新 NISA 自動でね引き落とされてるんだけど、なんかたまに数字見るけどそんな変わってないのよ。ちょっとプラスなってるかなぐらいだから、あんまり面白みはないよね。だったらもう定期とかでいいんじゃない？いつでも使えるっていうかさ、1年定期とかさ、何本かに分けて1年定期、5年定期とか作ってさ、貯金しといて自動で引き落とされるからさ、気づいたら溜まってるじゃん。そういうのって結構僕みたい人多いと思うんだよね。あったらあれだけ使っちゃうタイプの人って多いから、
使ったつもりで引き落としてもらって、自動で貯金されて、ある程度塊のキャッシュができるじゃん。50、100、200みたいなキャッシュができるから、そっから不動産だったりとかさ、じゃあ200万あるから、それに対してレバレッジをかけて、融資受けて、1000万ほどの物件を買って、家賃収入取ったりとか。まだなんかそっちの方が面白みがあっていい気がするな。たかだか数万のさ、運用でさ、それが、非課税だって言われたところですごいビビたるもんなんだよ。だから何っていうくらいの金額なの。だったら法人税とかなんとかしろよっていう話だよ。不動産取得税とかそっちもなんとかしてほしいわ。固定資産税、不動産取得税、最近やっぱ不動産やるようになって思ったけどさ、取得税で登記費用もさ、ほぼ税金なわけじゃん。数千万の物件でだいたい登記費用さ、7、80万とか100万くらいかかるんだけど、そのうち司法書士の報酬って言っても5万とか10万で、あとは登録免許税とかそういうのがほとんどなわけ。結局税金なんだよね。取得税もやっぱ100万200万普通にかかっちゃう、数千万の物件でね。その後固定資産税も来るわけじゃん、毎年。だから区体にもよるけど、 RC とかでさ、2、3000万の物件とかでやっぱもう登記費用、取得税、固定資産税、最初の年の分とかだけでもう2、300万ぐらいかかっちゃう。 10% ぐらいかかるわけ。税金って恐ろしいね。いや恐ろしいっすよ、ね、兄さんはちょっと僕もね、うん、どうなんだろうと思ってたんで、いい話を聞きました。僕の感覚だね。それで運用して何になるのっていう。ちょっと兄さんに関しては僕もあんまり知識がないから。ただまあその非課税枠がかなり広がったっていうね。年間もともと120万くらいだったものが年間370万、マックスで3000何百万くらい非課税になったのかな。兄さんは結構増えるかも。増えてた今見たら今後その、うん、これからもっと分かってくる感じですもんね。そうだね。まだ初めて、うん、まだ2、3ヶ月とかだから楽しみですね。楽しみだね。またいつか質問したら答えてください。 OK。 ちょっと一つだけ補足で、はい、ある程度商品自分で選べるじゃん。僕 NISA とか投資信託とかってハイリスクハイリターンにしてる、うん、あんまり一般的にみんながやらないような商品にしてるから、大きく減る時もあれば大きく増える時もある、はいはいはい、たまたま今はいい方向に行ってて 2、3 ヶ月で 10% プラスくらい。ただハイリスクハイリターンの商品だからね、これは。だから、まあ、一般的に入るやつだと、もうちょっとリターンも低い、リスクも低い。そんな感じです。退職金をさ、運用できるの知ってる？佐川急便とかやっぱ大手だからさ、やってたの。退職金を会社でストックしとくんじゃなくて、外部機関に預けて払い込んで、そこでその払い込んだ分を運用するの。それもさ、結構伸びてた。たださ、引き出せないのよ。引き出せなくて別の機関に預けてて、僕も佐川急便退職するときにそれずっと入ってたんだけど、もう5、6年前のだからさ、年1くらいでさ運用報告みたいなのが来るのね。あ、今もやってるんですか？だって引き出せないもん。いつ引き出せるんですか？それは60歳あ、そうなんだ。そうそうそう。それは増え続けて、それ増え続けてる。 30% ぐらい増えてた確か。すげえ。ベースが小さいからさ、退職金もそんななかったから。でもそこにずっと預けてて、それがずっと運用されてて、もう僕は佐川急便時代からハイリスクハイリターンが好きだったから、うん、ハイリスクハイリターンの商品にしてて、だからめっちゃ目減りしてる時もあれば増えてる時もあって今は増えてるね。何に投資してんだろう。確か東南アジア系のリートとかだったと思う。不動産系の。翔さんは結構 FX 以外でもいろんなところに投資をしてるって感じですね、うん、ビビたるもんだね。でも僕は何に投資が多いかってやっぱ自己投資だね。欲しいものを買うっていう自己投資です、うん、車とか。だからやっぱ稼いだ分しっかり投資してみたいな、あんま堅実な生き方はしてない。僕は欲しいものとかやりたいこととかを最優先して、まあ、その上でやっぱある程度ねリセールとかを意識して、そんなに増えないけど手元にちゃんと資産として残るようなお金の使い方を意識してます。あとはコスパのいいね、1億あったからって1億の時計を買うような感じではない。コスパよくいかにお金があるように見えるか、僕のテーマです。みんなでもそうじゃない？やっぱさ自分を大きく見せたい人が多いわけじゃん。だからやっぱブランド物とか人気なわけでさ、ってなった時に、まあ、なんならブランド品レンタルして身につけるぐらいの人もいるわけじゃん。インスタグラマーとかでもさ、多分そういう心理なんじゃない？だからいかにコスパよくお金持ってるように見せるって言ったらおかしいけど振る舞えるか、それをやるのが楽しいかも。まあそんな感じです。今日はお金のお話全般でしたが、学びになった方がぜひコメントの方欲しいですね、うん、はい、ってことで今日は雨の中ドライブしながらどうでもいい話をしました。ありがとうございます高評価チャンネル登録お願いします。動画の概要欄にある LINE 公式必ず追加しておいてください。僕のサラリーマン時代からねやってきたお金の稼ぎ方、お金を稼ぐためのマインド、段階的に学んでいただけるようになってます。ぜひ追加してみてください。お疲れした。ありがとうございました。綺麗ですね。